はい、皆さんこんにちは。やってまいりましたスピチューブ。今回はどこでしょうね。ここは、はいはいはい、あ、見えましたね。あそこです、あそこです。さあ駐車場に停めましょうかね。はい、よいしょと。はい、今回はねインド料理屋アラティにやってきました。なんでもランチがすごい安い。安いだけじゃないんですよね、これが。まあ、中に入ってみましょうか。はい。はい、メニューはこんな感じです。ソフトドリンク飲み放題となっております。はい。はい。どれにしようかなと思いながら、僕は、790円の、カレーセットですかね、しました。チーズカレー、チーズカレーで、ザーでね、このセットなんですけど、なんかライスが選べるんですよ。で、選べて、しかもそれが食べ放題なんですよね。書いてないと思うんですけど、食べ放題なんですよ。何のおかわり自由、ライスのおかわり自由なんですけど、ただ両方ともその頼むことはできないっていう感じなんですよね。はい、他にもこんな感じでメニューもあります。はい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 、と思ってたら、はい、来ました。鶏ガラスープと野菜サラダですかね。はい、そして、はい、メインディッシュやってきました。はいはいはい、早速いただいちゃいます。はい、ご自慢の服で、はい、決まってきました。結構ね、サラダのドレッシングも食べやすいというか、いい感じでインド料理と合いそうな味でした。はい、はい、早速食べていきます。はい、やっぱね、辛いですね。なんか日本のそのカレーとはまた違った辛さですね。なんかすごいスパイシーっていうか、あ、これ食ったら明日の朝すごい元気だろうなとか、そんななんかすごい薬味かな、すごい感じましたね。はい、すみません、はい、おかわりを。すみません、ただね、結構ね、はい、なんてお腹膨れるんですよ。なんかそんなに、なんか味わえないなっていう感じなんで、もしね、ちゃんと味わいたいんだったらご飯でもいいかもしれないですね。ご飯だったら3杯、4杯いけるかもしれないです。なんだったら、2枚で、2枚ですね、2枚ぐらい、僕はそうです。はい、ありがとうございました。それではまたスピチューブよろしくお願いします。それでは、それでは、動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。